先ほども紹介の中でですね、ヒゲの隊長紹介ありました。もう、昨年の選挙を含めても、7年目に、こうなりました。7年経ってもですね、いまだに佐藤正久よりはヒゲの隊長の方が取れないと。でも、ヒゲの隊長は選挙では無効票なんです。まあ、ここにあの藤井健二、そして吉田健二おられますけども、いろんな面で、なんかお付き合いあるんですけども、この名前で本当苦労します。昨年の選挙でもやっぱり、ヒゲの佐藤とかヒゲの隊長、無効票が出ました。ある場所では、サダム選挙票まで出たり、半分公演で冗談でですね、最近顔が、青葉城小唄の佐藤宗一さんの若い時にできたって言ったら、佐藤宗一って評判で出た。やっぱ選挙ってのは難しいな、本当改めて思ってる次第です。まあでも、やっぱりいただいた思いを結果として恩返しするのは、やっぱり政治の仕事です。やっぱ政治は結果と言われます。 特に今、公明党との、この安全保障集団的自衛権を含んだ安全保障の法的基盤の協議をやっている、安倍総理は絶対結果を出せ、強い支持も出ております。結果を出さないといけない、そのためには公明党の方が言われるように、国民の理解も非常に大事だと、全くその通りで、特に防衛費、あるいはそういうものを上げるために、 週末は地方の方に行ってます。北昨日も朝から北海道千歳室蘭の方に行きました。今日はこちらの峰の方でお邪魔をし、帰ったら東京でまだもう一つあります。で、明日そのまた小村先生といろいろ公明党関係のいろいろ会に出た後、今度は滋賀県の方に行く。そういう生活しておりますから、なかなか家に帰れません。嫁に怒られてます。話が違う。選挙が終わったら楽になるよ、 全然楽にならない。家庭内戦闘地域は継続中です。なかなか非戦闘地域はなりません。でもやっぱり政治は結果ですから、その選挙の時だけいいこと言ったって、その4年なり6年の間にやっぱ結果を出さなければ、それは何やってんだ、違うし、怖くなってしまう、全くその通りだと思います。実は安倍第一次内閣の始まった時に、安倍総理から防衛大臣政務官をやられておりました。 その時に言われたことは、結果を出して政治に対する信頼を取り戻そう、結果を出して政治に対する信頼を取り戻そう。まさにこの明治維新の時の多くの方々を思ったのは、将来に向かって一つ一つ結果を出さなければこの扉を開けることができない。相当な強い覚悟、思いがなければ扉は開かないでしょう。扉っていうのは叩けなければ開かないんです。 この1年半の安倍総理の、その安倍内閣のこの結果、やっぱり出てます、本当に。いろんなこと言われても、やっぱりトップはどれだけ厳しい覚悟を持って臨むか、これが一番なんです。自分の気持ち、これが弱くなったら絶対結果が出ませんし、でも明治維新の方々も、戦時にあったように、軸線がぶれたら絶対結果が出ません。みんな下手ってなってしまう、特に苦しい時。 まずは景気だ、なんとしても、デフレを脱却しないといけない、安倍総理の強い思いです。いろんな意見があって、まずは成長戦略だ、あるいは財政出動だ、いやいや違う、まずは金融緩和だ、ぶれずにぶれずに金融緩和、金融緩和って言ってます。だから、日本銀行の総裁、安倍総理がしっかり白から黒に変えました。で、結果を出してます。というふうに、やっぱりぶれない、その強さっていうのは、そこにいて感じます。 実は7年前の参議院選挙、安倍晋三の下で戦いました。で、昨年も巡り巡ってまた安倍晋三でした。ただ、7年前は、これ以上負けたものに負けてしまって、衆議院参院をねじれが発生し、その1ヶ月後に体調不良で政権投げ出してしまいました。それから、いろんな自民党がどんどん落ち目にない政権交代になってしまった。 もう一時は国会議員を辞めようと思ったこともあったと。相当ないろんな思いをされたようです。でもやっぱり人間というのは、皆さんもまさに明治維新のあの先人たちもそうですけども、やっぱり修羅場、土壇場、正念場、そういう本物の現場を踏んだ人間というのは、ぶれない強い芯ができます。だからこそリーダーとしてみんながこう見てる。 苦しい時もそれがぶれない。背中で指揮をしろ、
私もよく自衛官のことを言われました。背中で指揮をするんだと。まさにそういう軸線が、背骨がビューッと出るものだと私は思いました。でもそのぐらいいろんなことがこの6年間にあった。皆さん承知の通り、政権交代があって、それで日本は強くなれば、私も私の正面の安全保障や防災の面でもいろんなことがありました。安全保障、どん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 周りから追い込まれて、日本は本当に危なくなってしまう。あの 3.11 の東日本大震災の時のあの政権の対応を見てられない。それで何としても日本を取り戻さないといけない、ああいう厳しい中で立起したのがやっぱ安倍晋三なんです。まさにその明治維新のあの方々の思いと全く同じ思いを持ったと思います。でなければ絶対勝ち目がない戦やんないです。一国の総理をやった人間ですよ。総裁選挙で負ける、しかも普通に行けば3番手の戦い、普通はやりません。でもそれでも日本を何とかしないといけない、まさに太田江戸のあの時の先人の思いと全く一緒なんです。でもその戦いが終わった後は一緒になって日本を取り戻す、これが今の安倍内閣であり自民党の姿だと私は思ってますし、私もきちんとしてそうやらないといけないと思っています。ただそんなに甘くありません。周辺環境そんなに甘くありません。皆さん承知の通りです。2年前にですね、伊勢神宮に行きました。伊勢神宮の関係者からこう言われたんです。佐藤さん、1月の頭に日本の総理が国民の幸せや国の安寧発展を願い伊勢神宮に参拝される。でもこの6年間同じ人間が2年続けてきたためしかない。これ日本は強くなれますか、国民が幸せになれますか。無理です。そんなトップがコロ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 変わっては。隣の中国見てください。あの習近平国家主席、日本に厳しいですよね。彼は10年変わらない、決まって10年変わらない。韓国のあの女性の大統領、パク大統領、彼女も日本に厳しいですよね。パク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 文句言ってますたまにはダメだこりゃって言わないで、ね、でも彼女だと5年は変わらない。隣の北朝鮮、あの刈上君、死ぬまで変わらないそういう中で日本のトップがコロ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 変わって結果なんか出るわけない。やっぱりそこはの必死になってリーダーは責任があるわけです。そういう中でいろんなことをやっている。で特に私は防衛とか防災がの主な政治活動のテーマですけども、トップがどれだけ危機感を持っているかで、トップがどれだけ危機感、強い思いを持っているかでみんな変わる。自分の国は絶対攻められないとか、自分のところでは絶対災害がない、火事が起きない、泥棒に入らないと思ったら、防衛も防災も防犯も防火もやらないんですよ。危機感があるからこそ備えるんです。そこでみんな変わってくる。いくら選挙の時に町民の市民の安全安心を私が守りますと言ったって、いざっていう時にそれ結果が出なければ何やってんだってなりますし、それ日頃からどんだけそう思うやってるから違うんです。昨年台風18号や26号、いろんな災害が出ました。26号は関東ではものすごく今までにないぐらい大きな台風が来る。私が今住んでいる埼玉ですけども、私のところの市長さんも隣の市長さんも役場でみんな詰めてました。ところがあの伊豆大島の大島町の町長さん、台風が来る前日に島を出ちゃった。東京の23区にいるだけでも天気が悪かったら島に帰れませんよね。どこに行ったか。この山口県の隣の島根県の沖ノ島行っちゃった。で、離島関係のイベントに出る。で、その夜中にあの大惨事、山が崩れました。連絡をもらったけどもどうしようもない。朝が来てすぐ帰ろうと思ったけど天気が悪くて飛行機が飛ばない。でもあんだけ町民が苦しんでるのにトップがいない、ありえないでしょ。航空自衛隊が輸送機を出して町長を沖ノ島から伊豆大島まで運びました。これじゃダメなんですよ。トップとして日頃いくらいいこと言っても、ね、その備えをしっかり自分率先垂範で町役場の人間やっておかなければ。こんなこともありました。去年は
私が住む埼玉で、一昨年は茨城県の方で竜巻がありました。今本当に一歩おかしくなってますか。竜巻っていうのは幅2、30メーターの範囲をずーっと越えてくる。ちょっとずれと何にも関係ない。びっくりする。で、ある埼玉の市、多くの自治会を横断しました。ビャーッと。で、それが昼過ぎでした。私は次の日の朝一番で現場に入りました。で、現場に行ったらですね、ある自治会長がカンカンだと怒ったんです。どうしたんですかって聞いたら、いや、役場にこう聞こうと思って電話をしたら、担当者は8人なんないと出てきませんと。何やってんだと。じゃあ何を聞きたかったんですか。いや、知事が災害救助法を適用すると昨日発表した。でもそれがどういうことなのか分かんないから、町役場、市の市役所に確認したかったんだ、ね、要は瓦礫が出るでしょ。早く瓦礫を片付けたいし、屋根飛んでますから、青いビニールシートかけたいんです。そうだからお金がかかる。だからどんだけのお金が災害救助できるかどうか、日頃から国民の安全安心に言うんだったら、多くの自治会が被害出たら市役所の手先をそこにポン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 置くの当たり前でしょ。そこで予導して相談を受ける。その時にまさに市議会議員とか、あるいは県議が一緒になって、そういう被害者の相談窓口を作る。市役所にいたって意味がないんですから。そこでどんどん説明する。次の朝には被災者生活再建支援も提供する知事が発表した。でもそれがどういう意味か分かんないでしょ。これがリーダーなんだ。いざっていう時にやっぱり自分たちが守るべき町民市民がいるわけですから、そこがやっぱり軸なんです。だ、安倍晋三が私の正面で言うのはまさにそこなんです。国民の命や暮らし、国の存立を全うするこの責任がやっぱり政府にあるんです。政府の一番の責任者は誰か、安倍晋三なんです。そこでやっぱりいろんなことが、彼がこの民主党政権の時のあの思いや、いろんなことがあって本当に辛い思いをした。我々もそうです。トップがあまりにもひどかった。まず最初、思い出したくもありませんけども、ハトポップ。ひどかった。今でもひどいですけども、沖縄で普天間基地ってあるでしょ。今度、辺野古に移設する方で安倍晋三が必死になって今やってるところ。あれは海兵隊のヘリコプター基地なんです。海兵隊の普天間基地を当てもなく県外だ国外だ、こんなの言っちゃいけない、リーダー、当てもなく県外だ国外だ言ったけど、結局どこも見つからなくて、やっぱり辺野古だと。もう訳わかんない、ね、海兵隊っていうのは何かあったらすぐ動かないと。今この瞬間も2300名の海兵隊員が態勢取ってます。陸の上、あるいは船の上で24時間365日体制とってます。何かあったら朝鮮半島に行って民間人を救わないといけないし、何かあったら台湾海峡、何かあったら災害のフィリピン、体制とってます。ヘリコプター部隊もそうです。普天間の、でもその普天間のヘリコプターが、ね、すぐ動くためには運ぶ人と運ぶもの、これを積んでいかないと意味がないんです。絡みで飛んでったって意味ないでしょ。なのに普天間のヘリコプター部隊だけ2300キロ離れたグアムの方に持ってく、これはありえない。皆さんがこの山口峰の方にお住まいになって、自分の車や駐車場を札幌に置くのと一緒ですでしょ。こんなバカみたいな議論国会でやってるんですよ。だから普天間基地をグアムに持ってくっていうのは県外国外では論外。こんなことをね、バカ正直にやってる。今度は総理大臣辞めたら少しはおとなしくなるなかなと思ったら、この中央にわざわざ行って、尖閣諸島は日本がかすめ取ったものなんだから、盗んだものは返すべきだと言ってる。沖縄の人カンカンなとこです。